皆さん、いつもご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、視聴者の方からリクエストいただいていて、私も気になっていた東埼玉道路の建設状況を見てきました。まず、東京外環自動車道から分岐する箇所を草加や塩インター、ジャンクションから見ていきます。こちらでは、東京外環自動車道と共用する新たな休憩施設として、箇所を外環や塩パーキングエリアも事業化されています。現在、東京外環自動車道と並行する一般道である国道298号線の内回り大泉方面を走行中です。次の交差点で、開通済みの東埼玉道路一般部へ分岐します。左手には、東京外環自動車道から分岐する東埼玉道路専用部へ接続するための、仮称草加や塩ジャンクションランプの橋脚が見えています。この橋脚は、1992年の東京外環自動車道開通当時から東埼玉道路への分岐の準備構造として建設されていました。長らく進捗しなかった東埼玉道路の専用部計画を象徴するこの準備構造は橋桁が乗らず雨ざらしの状態が30年以上続いた結果、前面には雑草が生い茂り、合成橋脚は激しく腐食するなど老朽化が進んでいます。これから本格化する専用部の工事にあたっては、この準備構造を使用せず、新築する可能性がありますね。ご覧のように、東京外環自動車道は東埼玉道路専用部の接続に備えて、合流車線と分岐車線のスペースをしっかり確保しています。長らく凍結状態であった専用部は2020年に事業化されたということで、この箇所を草加や塩 IC ジャンクションの工事の進捗に期待していましたが、現場を見た限りでは残念ながら何も変化は見られない状況でした。ちなみに、この箇所を草加や塩 IC ジャンクションと接続する新たな休憩施設として、箇所や塩パーキングエリアが事業中です。東埼玉道路専用部と東京外環自動車道それぞれから利用可能で、スマートインターの設置も計画されています。2026年度開設予定となっていて、今のところ、東埼玉道路専用部の開通より、この仮称や塩パーキングエリアの開設の方が先になる可能性が高いです。ネット上では東埼玉道路専用部との接続準備構造を用意しつつも、現状ではパーキングエリアとの接続のみ行うジャンクションという非常に丁寧な描写の完成予想図がありました。できれば東埼玉道路専用部を同時に開通させてほしいところですが、当初はこの完成予想図通りの構造になるかもしれません。いずれにせよ、パーキングエリア予定地は荒れ地となっており、ほぼ手つかずといった状況でした。パーキングエリアの開設予定まで4年ですので、そろそろ変化を見たいところです。現在、開通している一般部の 5.7km の区間は、2004年から2005年にかけて開通しました。一般部の上下線の間に広大な敷地が確保されているのですが、この上下線の間の敷地に専用部、つまり東埼玉道路の自動車専用道路が建設されます。東埼玉道路の概要を説明しますと、埼玉県八潮市の東京外郭環状道路から春日部市の国道16号までの 17.6km を結ぶ地域高規格道路で、交通量が逼迫し、渋滞が慢性化している国道4号草加バイパスの、さらなる国道4号のバイパスとして1989年に計画されました。往復2車線の一般部と往復4車線の専用部からなる計画で、長らく放置されていた専用部のうち、東京外環自動車道から 9.5km の区間が2020年にようやく事業化されました。現在は調査設計段階ということですが、現場では何か変化があるのでしょうか。東埼玉道路の詳細なルートを見てみます。東京外郭環状道路との接続する草加や塩 IC ジャンクションを起点とし、越谷レイクタウンを通って越谷総合公園までの区間は一般部が開通済みです。そして、さらに進んで松伏町に入った最初のインターである仮称浦和の打線インターまでが専用部の事業中区間となっています。浦和の打線インターから先の国道4号の現道との接続部までは一般部のみ事業中で、専用部は計画だけになります。一般部は国道4号、現道と合流しますが、専用部は国道16号、昭和インターまでの区間が計画されています。
そろそろ八潮 IC ジャンクションから来て、最初のインターチェンジである、蒲生柏木川戸線、インター予定地に差し掛かります。蒲生柏木川戸線、インターは、上下線に、出入り可能な、フルインターとして計画されており、造成中である、草加柏木地区産業団地や、越谷レイクタウンへの、東京側からの出入り口となります。専用部、予定地は荒れ放題となっており、これといって変化はないです。一般部は、専用部、建設のための広大な、用地をまたぐため、右折レーンが反対車線側まで長く取られているのが特徴です。ちょうどこの交差点あたりに、高架構造となる、専用部へのアプローチランプが建設されると思われます。一応、雑草が生えないように防草、シートが敷かれていますが、専用部関係で、これといって何か行われている、様子は見られないです。さらに北上して越谷市に入ると、日本一面積の広いショッピングセンター、イオンレイクタウンが開業し、それによる越谷レイクタウンの街開きがされ、現在では住民の生活道路の一部となっています。そのため、土日祝日を中心に買い物客などの自動車で、主にレイクタウン北、レイクタウン南交差点付近は、渋滞が頻発しています。データで見ても明らかで、この前後の24時間断面交通量は 1.7 万台と、東埼玉道路の開通済み一般部では最も交通量が多い区間で、往復2車線ではピーク時には容量不足となります。さらに、県道である国道4号草加バイパスは24時間4万台前後と、往復4車線でもピーク時には容量不足となっており、東埼玉道路一般部が全通して、その交通がこちらに流れ込むとなれば、一般部の往復2車線だけでは渋滞多発は必至でした。こうした懸念に対し、専用部の事業化が一向に進まない中、一般部の上下線の間に確保された専用部の用地を、一般部の拡幅に転用して一般部の6車線化を行うなどの対策が考えられましたが、計画から30年が経過した2020年になると、ようやく専用部を建設することが決定されました。専用部は往復4車線で、東日本高速道路の有料道路として用用される予定です。標準的には、一般部を側道として、中央に高架構造で建設されます。中川と並行する区間は森土構造となり、上下線を分離しない形で一般部と専用部が並行する構造です。これにより高く盛られた専用部の森土が、中川の氾濫を防ぐ堤防として機能する狙いがあると思います。この橋梁では、越谷レイクタウンのシンボルであり、元荒川流域の治水を担う大相模調節地を渡ります。専用部の容器は防草処理されているものの、特に工事の様子はないです。続いて JR 武蔵野線交差部です。おそらく、武蔵野線高架橋の方が低いため、専用部の方がオーバーパスすると思います。武蔵野線高架橋には特に工事の準備は見受けられません。そして、イオンモールやアウトレットなどの大規模商業施設の南北を東、埼玉道路が貫く、越谷レイクタウンの中心部に入ります。この区間では東、埼玉道路により東西を分断されている商業施設を連絡するため、東、埼玉道路の上空を2本の歩道橋がオーバーパスしています。興味深いのは、これらの既存の歩道橋に対する専用部の交差方法です。これらの歩道橋の上を専用部がオーバーパスする場合、当然ながら歩道橋は専用部の高架下となり、景観は台無しになるでしょう。商業施設からの反対を受ける可能性はあります。歩道橋からの景観を維持したまま専用部を交差させる場合には、この区間だけ専用部をアンダーパスさせるか、地下化するしかありません。越谷レイクタウンの街づくりそのものが、当初から東、埼玉道路の建設と一体的に計画されてきたため、これらの歩道橋はすでに専用部の建設を前提とした設計であるとは思いますが、専用部がこの区間をどのように設計しているのか興味深いところです。いずれにせよ、この区間は鉄道である JR 武蔵野線と商業施設の歩道橋という既存の構造物との交差が連続しており、それらの安全性を確保しながらの工事となるため、難易度が高いことが予想されます。そろそろ越谷レイクタウンの北端になり、県道越谷流山線と交差するレイクタウン北交差点となります。こちらでは、東京外環自動車道から2番目の出入り口となる県道越谷吉川線インターが設置予定です。
全方向に出入り可能なフルインターで、吉川市や越谷市へのアクセスとともに、北関東からの越谷レイクタウンへの出入り口となります。現場周辺を見渡していますが、他の地点と同様、一般部の上下線の間に専用部の容器が確保されているのみで、工事に向けての準備や調査の痕跡すら伺うことができませんでした。さらに北上して越谷レイクタウンから離れますと、住宅地や公園といった閑静な街並みに入ります。元荒川と新潟川の2本の河川を渡りますが、当然ながら専用部の業用工事などは行われていません。そして、越谷総合公園の近くで現在の一般部の開通済み区間は終点となり、この先は一般部、専用部ともに事業中の区間に入ります。またこの付近に、専用部の出入り口となる越谷総合公園川藤線インターが設置される予定です。東京外環自動車道方面のみに出入り可能なハーフインターです。想像にはなりますが、専用部をここまで先行開通させる計画で、暫定的な出入り口としてこのハーフインターを設置する予定なのかもしれません。皆さん、ここまで総括し、越谷市内における東埼玉道路の開通済みの一般部と、事業化された専用部の建設予定地を見てきましたが、いかがでしたか？計画から30年事業化されぬまま、外環道の準備構造や一般部の間に確保された広大な容器が放置され続けてきました。一時は頓挫するとさえ思われた専用部の計画でしたが、2020年にようやく事業化され、いよいよ放置されていた準備構造や容器が活用される時が来ました。事業化から2年が経過して、今回何か動きがあるかと期待して現地を訪れたのですが、残念ながら現場では具体的な工事の進捗を確認することはできませんでした。公式情報では調査設計段階であり、まあこれは予想通りの結果です。結局のところ、今回の動画では、東埼玉道路の計画と、それに伴う八潮パーキングエリアの概要を述べただけの内容になってしまいました。建設状況と銘打ったものの、工事中の構造物など建設状況を見せることができず、申し訳なく思います。しかし皆さん、ご安心ください。次回は一般部と専用部の事業中区間である松伏町から国道4号接続部昭和インターまでを公開予定です。この区間は一般部の建設が真っ只中ですのでご期待いただければと思います。当チャンネルでは東埼玉道路以外でも様々な道路の建設状況を調査しており、随時動画を公開しています。あの新しい道路はどこを通るのか、工事は進んでいるのか、いつ開通するのかといった情報を、チャンネル登録いただければ見逃しさずお知らせいたします。また、コメント欄から地域の方しか知らないような情報や、ここの道路の建設状況が見たいというリクエストをお寄せいただければ幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。